皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は階級制アスリートの減量のコツについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。アスリートの減量なんですけれども、大事なのが筋肉量は落とさずに体脂肪率を落としていって減量するっていうところが、まあ、パフォーマンスを落とさずに減量するっていうところですごく重要なポイントかなというふうに思います。競技の種類によってや個人の特性によって、まあ、プレースタイルなどがあるかと思いますので、まあ、そういった競技の特性を踏まえて減量していくというのも重要になってくるかと思います。基本的なところでいきますと、体重を減らすメカニズムとしては摂取エネルギーよりも消費エネルギーの方を増やす、まあ、これは負のエネルギー量を増やすという言い方をするんですけれども、まあ、そこが体重減少のまあ原理になります。消費エネルギーの方を増やすためには運動などによって消費エネルギーを増やすこと、また食事の量を調整することによって、まあ、そのバランスが決まってくるかと思います。アメリカスポーツ医学会等の関連団体が出している見解としては、1日に250キロカロリーから500キロカロリーの不足を作り、3週間から6週間かけて減量することを推奨しています。また国際オリンピック委員会 IOC の栄養コンセンサスでは、1日あたりの負のバランスが500キロカロリーとされています。食事の制限で適正な栄養管理ができれば、必要な栄養素を不足することなく減量の継続が可能と考えられています。また脂肪は1キロあたり減らすのに7200キロカロリー減らせばいいと言われていますので、1日500キロカロリー負のバランスを作るとすると、2週間で1キロ脂肪を減らすことができる計算になります。減量するときには栄養バランスが重要になってくるんですけれども、まあ、ビタミンとミネラルは不足しないように十分摂る必要があります。まあ、先ほどエネルギーを1日あたり250キロカロリーから500キロカロリーマイナスになるようにというところだったんですけれども、タンパク質はそんな中でも減らさずに多めに摂っていくというところが、筋肉量を落とさずに減量ができるポイントになってきます。減量中のアスリートの方は、自分の体重1キロあたり 1.6g から 2.4g のタンパク質の摂取量というのが推奨されています。糖質は運動中の主なエネルギー源となるため、不足しすぎてしまうとパフォーマンスの低下につながってしまいます。そのため糖質の制限っていうのは、まあ、できるだけ小さくしたいんですけれども、 IOC のスポーツ栄養コンセンサスでは、減量中であっても運動量が多い場合には、まあ、できるだけ糖質を減らさずに摂っていくということが推奨されています。特に運動前の摂取というのは有効だと言われていて、その場合は食事の一部主食などを補食に充てるという考えで、まあ、計画して食事を摂っていくといいかと思います。体脂肪をまあ減らすというところをまあ目指して減量していくと思うんですけれども、体脂肪はホルモン分泌や体温の維持などに関連するため必要な体成分でありますので、いくら下げても男性で体脂肪率が 5%、 女性では 12%を下回らないようにしたいです。競技によるんですけれども、陸上の長距離選手ですとか新体操などの選手というのは、繰り返しそういった減量を頻繁に行っている方が多いかと思いますので、そういうアスリートの方たちは貧血ですとか骨密度の低下の可能性というのが高くなってきますので、注意が必要になります。減量はパフォーマンスにすごく影響を及ぼしますので、試合期には行わないようにしていただきたいです。年間の試合とか練習とかそういったスケジュールを元に、減量に要する期間っていうのを確認して実施するタイミングというのは決めていただきたいなというふうに思います。減量幅が大きければ大きいほど減量をするのに時間を要しますので、オフ期の間に体重を増やしすぎないということも減量のポイントになるかと思います。また定期的にですね、体脂肪率というのを測定し続けて、まあ、変化を見ていく
っていうのもすごく重要ですし、年間を通してコントロールしていくっていうところがパフォーマンスを落とさずにできる減量のポイントになってくるかと思います。ではですね、今日は階級制アスリートの減量のコツについてお話ししたんですけれども、最後にまとめたいと思います。だいたい1日あたり250キロカロリーから500キロカロリーのエネルギーのマイナスを作る、また3週間から6週間という時間をかけてゆっくりと減量をするっていうところがコツになってきます。また減量の時だけではなくって、年間を通してオフ期も増えないように体脂肪率というのを確認しながら、年間を通した計画的な減量というのが重要になってくるかと思います。それでは次回は減量の時の水抜きのありかなしかについてのお話をしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。